ないんですけど、そこは大丈夫ですかね。いや、これ、さっき抜いたからじゃないですあ、抜いか。たからですこっちにつなげ。はい、皆さんおはようございます。新三国無双セブンウィズ猛将伝、無双ゲームのお時間、無双時間、ここから1時間、よろしくお願いします。ソーシャルロビンです。よろしくお願いします。そして、僕一人でも解説できるんですけど、ちょっとね、解説混乱するかもしれないので、解説者として笹さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、ご紹介預かりました、解説の笹さんです。よろしくお願いいたします。はい、では早速始めていきます。で、儀典ということで儀をやっていきます。では早速始めますので、タイマースタートの準備をお願いします。はい、はい、でこれ難易度天国選んだ瞬間に、タイマースタートです。では3カウントで始めていきます。3、2、1、スタート。はい、それでは笹さんにまずゲームの紹介とかを軽くお願いします。あ、承知いたしました。このゲームなんですけども、新三国無双、セブン、ウィズ猛将伝というゲームとなっておりまして、その通り、このゲームもともとは新三国無双セブンというものがあったんですけども、それに、追加パッチ、追加コンテンツが加わったものとして、ウィズ猛将伝として新たに売り出されたものとなります。大元の、新三国無双セブン自体は、2013年2月28日発売、その、追加コンテンツ付きのウィズ猛将伝の方が、2014年5月23日、PC 版の方で発売されました。で、今回のゲームなんですけども、はい、ご覧の通り、何あれ、ぴょんぴょん飛び跳ねて思いっきり素早く進んでおります。これが、本 RTA における基本の移動となります。そうですね、今動かしている曹操の方、武器ちょっと変わった、月のように軽くしなっている、刀を使っているんですけども、これ孤刀と言いまして、この武器を装備している体は、ジャンプと、攻撃を、ちょっとずらして打ちますと、こんな感じで空中をスライドするように素早く進むことができます。これがこのゲームの中で一番速いです。このゲーム、馬とかそういった乗り物も、いくつかあるんですけども、それをひっくるめて一番この孤島でジャンプしていくのが一番速いです。はい、実はこれ、速さ極めると、最速の馬と言われる関鳥羽ですね、あれより速いです。今やってるのがだいたい関鳥羽と同じぐらいの速さの、ジャンプ移動になりますね。やっぱりね、馬なんかに頼るよりも、自分の体を最大限まで鍛えた方が、戦国の世では生き延びることができると、はい、そういったことですね。さて、今ここあえて 2P で始めています。と言いますのも、1P だけで始めると、実はこのステージ旅夫が途中出てきまして、何やらちょっとうだうだと長いことを言ってメッセージが挟まってしまいます。で、そのメッセージ挟まってしまうと、次のイベントが進むまでのフラグの時間が長くなってしまうので、それを避けるためにあえて 2P を用意してそのメッセージ出ないようにしています。
で、ここのミッションに関してはもう本当にこれだけでして、もうあとはもうすぐそこにゴールが控えております。曹操がこの目の前で待っているこの扉、この扉が開いたらおしまいです。さて、落葉から脱出しましょう。脱出地点へ向かえと書いているんですが、もう向かっているんです。はい、ミッション1終了です。落葉脱出戦、これにて攻略です。さて次なんですけども、コローカの戦いになっております。ここから、いろいろと RTA ならではの技が、頻発していきます。はい、ここで1分くらい短縮する技をやります。見た目めちゃくちゃ地味なんですが、1分くらい短縮になる技をやります。もう記録狙いだとは決めて当たり前の技なんですけど、これイベントになるとめちゃくちゃ遂行率が下がることで知られています。まあ、祈ってほしいというわけで、まあ、ちょっと応援よろしくお願いします。あのお祈りじゃないんですよね、あの僕の実力なので。はい、さてその技なんですけども、アーチャーダイアログスキップという技になっております。まあ、かいつまんで話しますと、あるフラグが起きる前にいろいろと会話を立てて、でそのフラグが発生するのを遅らせます。でその遅らせてる間にさらにその先のフラグを立てることで、いろいろとイベントをスキップしてしまう、そんな技となっております。で今セットアップを始めまして、おっと危ない危ない。で定位置につきました。さてメッセージを、メッセージ連合部新定化文字が来たら、下の方、利点の方で、1人将を倒します。そしたらもう上のカコートンの方で思いっきり、ダッシュ。さてたどり着けるか、門にはたどり着いたが、はい、私失敗しないので成功しました。危ない、見事成功しました。あ、いや結構危なかったです。危なかったです、うん。はい、今の技なんですけども、本来は、順当に進めていくと、弓兵が出てきて、いろいろと長ったらしい話をした結果1分ほど、ロスしてしまいます。ロスしてしまうんですが、うまいことメッセージを合間に入れて、そのフラグが発生するのを遅らせ、さらにその先のフラグである、フラグを持っている武将を倒すことで、無理やりそのイベントをなかったことにしました。はい、これがですね、非常にそんな技が決まったときは何がどう変わったのか分かんないんですけど、失敗したときはもう明らかにしてこいつ失敗したなって分かるんですよ。はい、さっきの、ね、門の前でひたすら渡されるんですよ。ちょうどノートプレイス前のね、あの南青山の交差点ひたすら渡される感じによく似てるんですけど、なので失敗するとかっこ悪いけど成功してもそんなにって感じの非常にそんな技になっております。まあけど早いので、まあぜひとも決めたいところだったんで よかったです。アルティア地味な技の積み重ねで結局タイムがブレてきますからね。あ、地味な技というには1分も変わるのでめちゃくちゃ派手ではあるんですが。さてじゃあここからはもうあとミッション通りに進めていって、画面右の方にあるマップありますね。で左上の方になんか赤いちょっと特殊な大きな丸があると思うんですけども、基本的にこのゲーム、その赤い丸のところにいる武将を倒したらゲームがステージクリアとなります。ですのでそこまで突っ切っていくだけになります。ちょこっと時間があるので、このゲームのカテゴリーについてでも、このゲーム、見ての通り、こんなダッシュ切りだけで敵がバッタバッタと倒れていってます。と言いますのも、このゲームですね、このカテゴリーですね、ニューゲームプラスというカテゴリーとなっておりまして、あらかじめめちゃくちゃ強いデータでこのようにゲームを進めていくカテゴリーとなっております。また難易度の方も、天国と言いまして一番簡単なモードとなっております。そういうこう言ってるうちに、ミッション2、コローカの戦いクリアですね。よし、はい、最大の見せ場です。最大じゃない、2番目かな、演習の戦いですね。ここも
何やら怪しい技を。あれこれ保存しましたけど一体。あ、ま、マジちょっと。よし、オッケー。あれ今見間違いじゃなければもしかしてうまく中でジャンプしましたか。ちょっと待って、マジか。おっと、よし、けどこれあと1回やんないといけないんですよね。よし、オッケー。で、あとは前に進むだけ。あ、ま、決まるか決まるか、ま、ちょっと待ってちょっと待ってよ。え、マジ？いけるか？あ、いけるか？よしよし、オッケー、突破しました。危な。はい、今の技が、セーブジャンプという技になります。このゲームなんですけども、馬に乗った状態でまずジャンプで、その後空中にいる状態でセーブをして、まあ、中断、さらに再開して、まあ、画面が反転して、画面が切り替わると同時にもう一回ジャンプボタンを押すと、まあ、今のように空中をさらにジャンプすることができます。これを繰り返すことで、高さを稼ぎ、透明な壁を越え今先へ進んだ形となっております。これをすることでめちゃくちゃ今スキップ しております、本来でしたらもうこの道めちゃくちゃ流れくねったところを通っていくんですが、もうまっすぐ、この最後、このミッションにおける、ボスが現れるところまでたどり着いてしまいました。おそらくはあの大男がいるのかな。はい、これも大体1分くらいの短縮に、まあ、なりましたね。最近取り入れられた技なんですけど。というわけで、ミッション3、演習の戦い終了です。さて続いてミッション4、助手の戦いですね。さてここも先ほど行ったセーブジャンプを行います。まあ、先ほどのおさらいということでよく注意して見ていただければと思います。馬に乗ってジャンプ、セーブして再開、切り替わると同時にジャンプを押すともう一回ジャンプができる。よし、でこれを繰り返すことで透明な壁を越えていきました。よし、まあでもね、先ほど説明して今一回見てちょっとまだピンとこなかった方もいらっしゃいますよね。まあ、もしかしたら早すぎたせいで見逃してしまった、まあ、そんなあなたも安心です。もうそろそろしたら2回目やってまいります。さてここなんですが、はい、本来です と、右上のマップ上の、左下がスタート地点で、右上の、まあ、緑色の四角がある部分に行くステージでして、本来でしたら本当にこの北側の方の畝で曲がった道を進んでいくんですが、その田中にめちゃくちゃイベントがあって、そうですね、通常プレイ私がやった時は 2,30 分かかりました。なんですがご覧のようにセーブジャンプをどんどん使っていくことで、はい、ほとんどのフラグを無視してしまい、フラグイベントを無視してしまった結果、はい、もうほとんど最後のミッションのボス前ですね。はい、このミッションですね、なんか右の方に兜のマークがあって、ここ総大将じゃないのって思う方多いと思うんですけど、実はあいつ倒してもクリアしません、クリアになりません。ここに出てくる敵総大将を倒したら、クリアになるので、まあ、ここで待ち構えます。でこのセリフが流れてる間はイベントのフラグ進んでくれないので今待ち時間となっております。そろそろ現れるはず。現れましたね、劉備が現れたので一撃のもとにほふります。これにて、ミッション4吉野戦い完了です。でね、この演説が長いんですが、RT やってるとまだかなって思うので、はい、曹操様の素晴らしい演説をね聞いていただいて、次のステージへの
準備をしたいと思いますね。はい、次のステージは、まあ、そんなこと言ったさなかなんですが、検定護衛戦、この本 RTA における一番の運要素がある場所となっております。はい、名前の、ステージの名前の通り、検定護衛戦、まあ帝王帝を守るミッションとなっているんですけども、この帝が、ステージの途中でイベントでいなくなっちゃいます。でそのいなくなる場所が、計5箇所ランダムで配置されます。ランダムで配置されるということは、当然出口に近い配置もあれば出口からめちゃくちゃ遠い配置もあるわけです。 RTA 奏者は、まあ、ここ出口から近いところ出てくれることを祈って日々リセットを繰り返しているわけですね。で、はい、まず最初は、帝の、まあ、帝の護衛ということで、帝が乗っている馬車をスムーズに進むことができるよう、雑魚を散らしていきます。でまず所定の位置に1匹を、まあ、続いては、2匹も後を追いかけるように所定の位置につきます。でこの所定の位置なんですけども、計5箇所ある帝の位置を、まあ、効率的に監視できる位置なので、まあ、このような配置となっております。と言いますのも、このステージ途中から霧が出てきまして、霧が出てくると右上のこのミニマップ、今はこうやって全体が表示されてるんですけども、自動的に拡大してほとんど先が見えない状態となってしまいます。あ、今なりましたね。このため非常に帝の位置が把握しづらい。そのため、リピー使って、まあ、肉眼で、まあ、マップに頼らずに見えるような位置を確保していきます。さて今回はどこに配置されるか。あ、お祈りゾーンですが、お、あー、お、一番遠いところですね。あー、帝は見つかりましたが、残念ながら一番遠いところ。まあもちろんね、この帝、このまあ、このダッシュジャンプ使えないのでとても時間がかかってしまいます。帝がもしも、ね、ダッシュジャンプを覚えてたら、まあ、ある意味一番早く見つけられるのでとても早い場所にはなるんですけども、残念ながらね、帝レベルが低いのでこれが使えません。さて、うん、最後出口のところにいる敵士兵を散らして帝を送り届けたら、このステージもクリアです。炎章のこの演説も入りまして、ミッション5、検定護衛戦も攻略です。はい、やってまいりました炎章の戦いです。まあ、知ってる方は知ってると思いますが、炎章の戦い、ここも、基本的にはルート通りにどんどん進めていきます。ここは、この RTA の中でも数少ない、通常プレイと同じような道をたどることになります。まずここの、火炎放射器を壊していくんですけども、はい、この火炎放射器、見た目に関してめちゃくちゃ脆いので、馬が体当たりするだけで全て壊れていきます。攻撃なんかする必要は全くありません。で全て、馬に壊してもらった後は次の場所へ。さてここで、いろいろと敵が出てくるので、敵の、大将みたいなものをどんどん蹴散らしていきます。この旅団長というやつですね、こいつを蹴散らせば次の扉が開きます。でこの次のトップなんですが、はい、突風が吹き荒れて、あー間違い取っちゃった、毒の沼地でここ落ちる体験なんですけども、はい、ご覧の通り、ダッシュジャンプ組み合わせることによって、上に上がることができます。これ通常プレイヤーとまずこの発想出てこないんで、引き戻して
またもう一回この仕掛けを解き直しとなってしまいます。はい、ちなみに落ちたのはわざとです。で、はい、これなんやら寄り道してるようですけど大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。あっと、よしよし。で、ここで曹光と曹安民がね、城の中に取り残されているようなので助けに行きましょう。これはこのステージのクリアには必須ではないんですけど、助けることによって実はこのステージで、まあ、本当はなくなる予定の転移が生き残ります。はい、転移ファンの皆さんはご安心ください。転移は生き残ります。あれ、ロビンさん、はい、ちょっと一つ質問があるんですけど大丈夫ですか？はい、このゲームのカテゴリー、確か私の記憶が正しければ新三国無双7、三島商店のエニーパーセントの私立ルート、義の私立ルートって聞いたんですけども、これ転移とかそのあたり生き残るのって私立なんですか？いや、そうじゃないですけど、まあ私立エンドって書いておりますので、エンディングが私立ならね。あ、なるほど、終わり良ければ全てよしと。はい、エンディングが私立ならね、まあ私立エンドなので。はい、視聴者の皆様も、もしかしたらもうお気づきかもしれませんが、まあ、これは一応、三国志のゲームということで、まあ、イフルートがたくさん存在しております。まあ、私立と違うじゃないかって、そこを怒るの気持ちをちょっと抑えてもらってね、まあ、もしもこういうことがあったら面白かっただろうなと、まあ、そういった寛大な心で楽しんでいただければと思います。実際このゲーム楽しいのでね。でなぜ天を生かすのかなんですけれども、天を生かすとですね、この次に出てくる予定の可否の戦いがなくなります。可否の戦いって、まあ、あの呂布との、まあ、決着をつける戦いなんですけれども、この呂布が可否の戦いが起こらずにナレーション中に倒されるということが起きるんですね、天を生き残らせるとということで、攻略するステージが1ステージ減りますので、天を、まあ、ちょっとこの戦い自体は時間かかるんですけど、天を生き残らせるという選択をしています。さて、今の時間なんですが、下のマップ上にあるなんか移動している青い丸、なんか緑の四角に囲まれた青い丸があると思うんですが、それが移動しているのを待っています。ここに関しては本当に待たないとどうしようもないので、まあ、RTA におけるイライラタイムというかどうしても待たなきゃいけない時間となっております。でね、あの罠にかかっていることも知らずにね、流氷軍が来ますので、ボコボコにしてやりましょう。増援が到来しました。でももうこっちの伏兵は完了しているので、そうそう、打つの後と、はい、内定が、密定が、扉を開けてくれるため、本陣へ突き進むことができます。あとはもう簡単ですね。はい、総大将を倒せばこのステージが終了です。はい、おしまいです。はい、で天を生き残らせたので、この関東の戦い、まあ、本当は天いないんですけど天いますね。ということでやっていきましょう。ここの関東の戦いですが、やること自体は結構シンプルで、まあ、どんどん、まあ、倒し、フラグを達成して積んでいくステージとなっております。なっているんですけども、セリフ送りが非常に重要となって、なっているステージとなっております。先ほどから話している通り、セリフが全部終わるまで次のフラグは立ちません。そのため、セリフが流れている間に、次の門の目の前まで行ってないと、まあ、その分ロスしてしまいます。そのため、まあ、手早く移動すること、セリフを見ながら動くこと、これが重要となっております。まずいかもしれない。お間に合わない。お間に合った、よかった、よしよしよし。今のセリフが終わるまでにここの門までたどり着けるとロスなくいけます。さて、今度は天意が所定の位置まで行けたので、当時の番ですね。
はい、でここから 2B の装備をメインに戦っていく、失礼しました。はい、でちょっと覚醒ゲージ貯めていきます。この後覚醒使いますので覚醒ゲージ貯めていきます。覚醒を使う理由なんですけれども、まあ、能力値の向上および、武器振りの速度がある、まあ、これ一番大きいですね。このダッシュキャンセリングっていうのはピョンピョン移動、武器を振りながら移動しておりますので、武器振りの速度が上がると当然移動速度も上がるということになります。また、副作用と、まあ、副産物としまして、覚醒中は無敵時間となっておりますので、このような上画面みたいなチクチクを気にせずに進めるという、利点もあります。ちなみに覚醒ゲージなんですが、左画面左側、キャラクターの、真左にあるこのオレンジ色のゲージのことですね。で今度またあと転移をなんでここに止めてあるかなんですけれども、これには理由がありまして、まあ、ここにカウがいると思うんですけど、カウがですねこう見張ってないとこの延期を倒してしまってどんどん北上していってしまうんですね。で、カウが北上していきます と、ステージ後半で、まあ、リュウビが北東側から宿地陣してくるんですけど、こうカウとリュウビが会うとなんか再会の、ね、カウとリュウビが再会した時のセリフが流れます。でカウとリュウビが一緒に、まあ、撤退し始めるっていうイベントが始まりますので、まあ、それは非常にロスということで、流さないようにカウをできるだけ北上させないということで、まあ、このように、足止めをしております。はい、このゲームなんですけども、プレイヤーキャラが近くにいる場合、味方の武将の能力値が大幅に下がります。まあ、そういう仕様があるため あえて転移を、まあ、この場所に置く、まあ、関羽を視界に収めておくことで、まあ、関羽の能力値を思いっきり下げてこの敵の雑兵一人倒せないような状況にしております。でそろそろ家計が成功しましたね。成功しましたね。まあ、実際ここでもうね関東とか終わったようなもんなんで、火は強いですからね。で離反したら門が開く、門が開いたら総大将のところまで一直線、お約束ですね。さて最後、扉の前を守っている武将を倒し総大将を倒したらこのステージも終了です。はい、炎章を倒してステージクリアです。ステージ8、マクローザンの戦いです。ここが非常にマップが広い、門番を倒し、麓にある砦、四角に囲まれているところですね。ここの辺りを守っている、門番だったり武将だったりを倒して、解放していく。そしたら今度右からぐるっと回って、画面見えます緑色の四角3つあると思うんですけども、ここにいる 敵将をそれぞれ倒していく、そんなステージとなっております。やることは単純なんですけども、単純に移動距離が長いので本当にこのダッシュジャンプ、これがとても重要となっているステージです。よし、いい感じですね。さて先ほどちょっと話が途中になってしまった、このゲームのカテゴリーについて話していきますか。またちょっと再開していきますが、このゲームなんですけれども、先ほどニューゲームプラス、とても強い状態、まあ、強い装備とかそういうものを持った状態で、開始、まあ、そういったカテゴリーで、その中でも、まあ、数ある難易度の中でも一番簡単な天国を選んでいるとお話ししたと思うんですが、ニューゲームプラスこれにはちょっと理由がありまして、現在やってるこの歩道を使った、ダッシュジャンプ、これ
この技なんですけども、武将のレベルが50を超えてないと実はできない技でして、その時点で、このゲームニューゲームプラスじゃないとちょっと遊ぶとしてはスピード感が物足りない、RTA にしてみては、スピード感が物足りない、そういったものになってしまいます。でまた、単純にこのゲームやってますと、武将との戦いも結構長引いてしまって、RTA ちょっとスピード感がない、これまたスピード感がないということで、今回ドビンさんは、ニューゲームプラス、天国モードで応募させていただいたというわけです。さて、倉庫行ってる間にもうここのステージも、3つあったターゲットのうち残り1つだけになっております。ここの門が開いて中にいる、最後の章、それを倒したらおしまいですね。炎章を倒し見事ミッションクリアです。さて続きまして荒野の戦いです。深夜です。深夜、深夜ですか。はい、ごめんなさい、多分ルビー振ってないです多分。あ、資料に。いや、なんかここ深夜か荒野かちょっと調べて、あ、どっちもあるんだなって感じだったので。いや、あの中国語なんで基本的に音読みすれば OK です。あー、それは確かにそうですね。ありがとうございます。また一つ賢くなりました。さてここなんですけども、八門金座の陣、もしかしたら聞いたことがある方いらっしゃるんじゃないでしょうか。ざっくり簡単に説明しますと、あるところから入ったらめちゃくちゃ強くて、強いんだけど、あるところから入ったらめちゃくちゃ弱い、強いところと弱いところいろいろと合わせ持った陣で、流動的にその長所短所が変わっていくよみたいな、そんな感じの陣となっております。で、その陣作ってたんですけども、敵の将めちゃくちゃ頭が良くて乗っ取られちゃった、どうしようっていうところなんですが、はい、見ての通り、こっちが納金ばっかですので、内部に入り込んで全部破壊してしまえばいいと、そういった手段を取っております。ご覧の通りね、敵どんなに集まってもこっちの一撃で全部散っていきますので、戦いは数と言われますが、圧倒的に強い一がいればそれで事足りるわけですね。これいいパターン引けましたね。いいですね。これは、なかなかいつもは引けないパターンなんで、ちょっと驚きました。お、具体的にはどういうパターンだったんですか。あの発生したセリフが最小限でしたね。何度も言うようですが、このゲーム、セリフが終わらないと次のフラグが立ちません。セリフが少ないイコール、ゲームがめちゃくちゃ早く進むということですので、とても RTA 上で大事な要素となっております。さて倉庫行ってる間に劉備を倒したので、このステージも終了です。はい、あ、赤壁の戦いですね。これで孫権倒したら天下統一なんでクリアですかね。お、やりましたね。はい、ということでこのステージで孫権倒したら、タイマーストップです。おいや、ちょっとまだ30分ちょっとしか経ってないですよね。あれ、このゲームの世界記録って、主流は英語版なんですけども、英語版の方の世界記録っていくつですか。44分1秒とかだった気がします。今の時間が、だいたい32分、10分ほど短縮ですね。お、本番でいいところを見せれるかなと。なんかそうそう、ちょっと怪しげなこと言ってますよ。え、ちょっとどういうことで、東南の風、東南風発生、何があったんですかね。あれ、なんか船ぶつかってきましたね。当主の炎、当主の炎でね、燃えることはないんで、あれ当主の炎で炎とか言ってたくせになんか火ついてますよ。あれ、けどこの船燃えただけだった。あれ、なんか他の船も燃えてるんですけど、え、どういうこと。あの船全部燃えてるんですけど。というわけで、このステージなんですけども、船が全部連結しているせいで、一つが燃えてしまったせいで全部燃え移っていきます。早々的にはもう絶対絶命といった
場面となっております。仕方ないので逃げます。はい、まあ、いわゆる負けイベントですね。ですね。まあ、あのこのゲーム、あのいわゆる C2 エンディングと IF エンディング2つの、まあ、ルートに分かれてるんですけど、まあ、これは条件を未達成だったために、まあ、こういう強制的に負けイベントになってしまったという感じですね。あ、いわゆる私立ルートというやつですね。はい。まあ、私立ルートっていうことは、まあ、いろいろと条件をアードコードすれば、このような惨劇を回避することができる、負け戦を回避することができる、そういったイフルートも用意されております。用意されておりますが、まあ、条件に関しては皆さん、まあ、おのおのでね、このゲーム買って、まあ、試していただければと思います。はい。で、味方が乗ってくるのを待つんですけど、これ側を向いているのは理由がありまして、このゲーム、武将にカメラ向けてない状態だと武将の移動速度が速くなりますので、このように側を向いて、待機しております。もうちょっとですね。ここも待ち時間ですね。さて、ここ待ち時間待っていると、カンネが現れるんですが、まあ、一撃のもとに送ります。そしてセーブ&ロード、ここのセーブ&ロード、厳密には必須ではないんですけども、この後、現れるキャラ、劉備と孫昌光ですね、うん、この2人が、時々なんですけども、画面に出てこないことがあります。でこの2人画面に出てこないとこのようにイベントが進むこともないので、まあ、それを避けるためにあえてセーブ&ロードして、まあ、確実に出てくるように仕向けています。さて、ここまででもうイベントはほとんど終わったようなものでして、まあ、あとは敵に出てくる敵を打ち倒し、ゴールの左上の緑色の四角まで走っていきます。最後この門が開いたら走るだけですね。おお、うまい。いや、あえて坂になっているところはダッシュジャンプの感覚も変わるので結構連続してやるの難しいんですけど、めちゃくちゃ速かったですね。はい、あの、まあ、ちょっと同時押ししようとするともうなんかダッシュジャンプみたいな感じになっちゃうんで、なんかそれが困ることもあるんですよ、別のゲームやってると。確かこのゲームダッシュとジャンプ両方とも同時に押すとそれまた違った技が出ちゃうんですよね。はい、あのめちゃくちゃ、まあ普通に歩くよりかは速いけどちょっと遅い技が出るので、 RTA 的にはもうロスでしかないと。で、ここに崖があります。はい、普通なら、セーブジャンプ使って登りますけど、この多いってキャラ、チートキャラです。このようにするとですね、なんとですね、登れてしまうんですよ、この多いってキャラ。いや、これ本当にずるいんですよね。いや、本当だったらこのステージ、通常プレイですとめちゃくちゃ一番長いステージでして、私はこのステージクリアするのに50分以上かかりました。というのも、ここお使いが多くて、とあるキャラを、所定の場所まで移動させ、でそしたら今度は戻って、まあ、敵を倒してをどんどん繰り返していくステージとなっております。このジャンプのおかげで、イベント前半、このステージのイベントの、半分を飛ばしています。でまあ、ここで、まあ、敵総大将馬長がいるので倒したらクリアになるんじゃないかと思う方もいると思うんですが、これ実はね、倒してもクリアになりません。まあ、実際倒してみましょう。このようにですね、倒してもね、普通にイベント進行します。左下の馬長もなんかまだ生き残ってるかのように喋ってますね。はい、まあ、これありえないところに、本当ありえないところにいるんで、まあ、倒しても倒してないことになってるんですけど、ここを少しだけ、ここで時間を潰します。本来のルートですと、本陣にいる曹操が、画面マップの右上側に進んでいくんですけども、で右上側に進んでいって、その後、まあ、左下側に戻ってみたいな、そういった進め方をしていくんですが、まあ、今回 RTA ということでめちゃくちゃそのイベントをスキップしてしまっています。
あ、見たら分かります。サンタがこのくらい使った、はい、なんとですね、あのソースを使って説得しに行く関水がね、勝手に寝返ってくれるんですね。簡単ですね。本来でしたら、右下のこの動いてる緑の四角が、上の方の緑の四角のところまで移動させてをやらなければならないんですが、その先の方のフラグを今達成してしまったので、さらにもう一つ次、まあ、これとは関係ないフラグを立てて、曹操が淡水の方向、上の四角に行く方向じゃなく下の本陣に戻る方向のフラグを立ててイベントを無理やり進めます。うん、ちょっと飛び出し早かったですね。走られすぎちゃったかな。そうですね、曹操めちゃくちゃ自陣から出ちゃってますね。これ本当はあのもう自陣からちょっと出たぐらいでいけるんですけど、で本陣に戻ると、本陣に戻ると馬長が、さっき倒したはずの馬長がなぜか出てきます。はい、まあ、ここに馬長が出てくるんで、あのクリアにならないって感じですね。ですね。クリア自体には、ここで本陣で馬長を倒して、さらに、先ほど間違って馬長を倒してしまった敵本陣、そこでもう一回馬長を改めて倒すと、そういったことが必要になります。まあ、そのために、はい、またズルします。いや、これ本当にズルですよね。私の50分返してください。で、いけ。で、ここで、あえて、プラグのために、画面をちょっと移動させます。と言いますのも、勝者という、工場兵器ですね、門を破壊するための兵器です。これを読み込ませて、はい、第一の敵突破、このフラグを立てないとなぜか本陣に馬長が現れてくれません。はい、あのね、皆さん見えたと思いますが、門の向こう側にいる、勝者を無理やり読み込んで門を壊してもらいました。そして馬長が現れたので改めて倒して、ようやくこのステージクリアです。我が精鋭たちを勝ち時を上げよう。この戦、我らが勝利ぞ。同感の戦い終了です。さあ、緊張してきました。さあ、続いてガッピの戦い、ロビンさん、ここが一番練習されていたステージとなっております。このステージなんですけども、やってることは、途中まではやってることはかなり単純です。最速で進んで所定の位置まで進む、まあ、先ほどまで見たことと変わらないことをします。さて、先ほどまでと同じことをするとは言ったんですが、まあ、やっぱり、まあ、このゲーム会話がされている最中は、次のフラグ立ちませんので、まあ、そこを気をつけつつ、余計なセリフを出さないように、しかし早く突破していきます。はい、ここまではいい感じ。おっと、あ、よし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 。さて、残るは、最後の難関、最後の技、ここでの大技、ゲートエクスプロイトという技があります。ご覧ください。この先に敵の総大将がいるんですが、一発よし。はい、今のが、ゲートエクスプロイトという技で、名前の通り門抜き、門の、向こう側から矢を放つことによって、さらにその向こう側にいる敵将を打ち抜きます。このように一部の門だけはなぜか、攻撃を貫通することができて、あんな感じに無理やり倒すことができます。本来でしたらあのステージもかなりお使いがあるんですが、どのくらい短縮してるんですかね、 RK ジャトル。もう多分5分10分硬いですよね。そうですね、そのくらい短縮された
短縮した技となっております。いやよかった、ちょっとあれさっきの練習だと 3,4 回はやり直してたんで一発で成功してよかったです。よしよし、危ない危ない危ない。あれこのステージもう終わりですか。はい終わりです。でこのステージはね、花公園かなんかなくなるステージらしいんですけどね、このように生きております。はい、ピンピンしてますね。はい、花公園ファンの皆さんご安心ください、花公園も生き残ります。いやよかったよかった。はい、でラストステージ繁盛戦いです。ここはちょっと、寄付額チャレンジで宝徳を救うというチャレンジを実はやっておりまして、で目標金額が14万円だったんですけれども、もうなんか告知されて1時間後くらいに達成されました。ご協力ありがとうございます。ありがとうございます。はい、寄付金は、基本的に、国境なき医師団と寄付されますということで救いましょう。まあ、まず普通に進めましょう。はい、ここのステージもなんですが、基本的には、通常プレイと同じように敵を倒して進んで仕掛けを解いて進んで送り返していくステージとなっております。一部、先ほど、動画の戦いで使った、めちゃくちゃ大ジャンプして高台に登るそういった技を使いますが、まあ、基本的には通常プレイと変わらないです。このゲームこうやって目の前の画面見てるだけでもいいんですけど、右上のマップを見ていると、あ、短時間でこんなに移動したんだなっていうのも分かったりするので、もしもね、まあ、時間がある方はもう一回この RTA 見て右上のマップの方に注目していただけると、なんだこの動きってなると思います。はい、今さらっとやりましたが、ジャンプ決めましたね。まあ、あれ一番簡単な、なんか変なことしなくていいんで、あの透明な壁があるパターンの崖 と、ないパターンの崖があって、であれないパターンなんで簡単に登れます。あるパターンはなんか多いみたいな変なことしないとちょっと登れないんですけど、そうですね、ある場合はあんな感じ無双ゲージみたいなものを使って無双ゲージを使ってちょっと技使って、ま、前に行く推進力だったりちょっと高さだったり、あとは馬使ってジャンプするんですかね、そういったことが必要になってきます。はい、宝徳を救いました。これでもう大丈夫です。ビットで寄付していただいた皆さん、宝徳救われました、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで宝徳も生き残りましたね。おもうほぼほぼイフルートですね。イフルートです。まあでもこれ私立エンドなんですよね。はい、私立エンドなんで、はい、エンディングは私立なんで、じゃあ問題ないですね、これは私立だ。はい、いや今宝徳救った後に言うの結構申し訳ないんですけど、通常プレイだと正直気づきづらいですよね。私は気づかずに気がついたらやられてました。まあ普通そうだと思います。よし、 OK。 通常プレイだとまずこんな簡単に、まあ、敵を倒せないですからね。敵を倒せず移動も遅いので、だいたいそうですね、気づいた時にはもうやられてるので記憶に残らないっていうのが常だったりします。艦を撃つべき時だ。はい、で、この砦の中にリクソンとリョも、近づくとですね、長々とした演説を始めます。あんまり近づきたくありません。この砦の中に、敵が現れるのでさっと倒してさっと離脱する必要があります。ピンポンダッシュは成功するか。その粘りもそう長くは持つまい。何の我が軍の準備に抜かりなし。そう、それにしても演説長いですね。はい、これで敵を破るぞ。敵が現れました。敵将を倒してピンポンダッシュを、よしよし、成功しましたね。うん、でこれ勝者を建造してここの席を破ります。さてそろそろタイマーストップの時間近づいてまいりました。はい、画面、地図左下の赤いカブトマーク、艦を倒した瞬間にタイマーストップです。さて勝者で門を1回攻撃、
ちょっと遠ざかって、セーブロードを図ることで勝者の位置を動かし、2回目勝者後ろに戻るのが遅いのでセーブロードを挟んですぐ後ろに戻して3回目席が破られました。あと残るはタウンのみ。あれ銀平さんどこ、え、あ、いた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 、タウンを倒してタイムアウトです。お、いいね。はい、ということでちょっとビットウォーによって、クリアムービーが変化しておりますのでちょっと黙ってみようと思います。はい、兄弟とも近い、たがえるは無念だが、貴公らとの戦で果てることに悔いはない。加工と曹操殿にさらばと。それがし、己が棺に覚悟を託さねば飛行に屈していたやもしれん。軍神官、飛行が戦に託した覚悟、とこしえに胸に刻もう。かたじけない。関雲長、お先に失礼つかまつる。はい、ありがとうございました。完走した感想なんですけれども、48分25秒、会場入りしてから一番いいタイムが出ました。まあ、会場入りした時はもうめちゃくちゃ絶不調で、もうこれは50分すら切れないんじゃないかというような、まあ、どん底からの始まりだったんですけど、まあ、無事調子を上げて、本番でいいタイム出せたのでよかったです。でまあ、解説の笹さんもね、ちょっと、まあ、あの三国志あんまり知らないという状況から勉強していただいて解説していただきましてありがとうございます。おかげで楽しく走りました。こちらこそすごいもの見せていただいてありがとうございました。はい、で、感想は以上で、3点ほど宣伝をさせてください。年始に行われるレイドアルティマーソン、1月1、2、3行われるレイドアルティマーソンに三国無双ギレンのイフルートで出ます。2日の朝7時、箱根駅伝と一緒に見ましょう。今度は天下統一します。次に、北海道十勝で行われる、十勝 RTA フェスティバル、3月18日19日に行われます。まだ走者ボランティア、含めて募集中ですので、興味がある方は27日、ザゼッテを走られた鉄さんのツイッターをチェックしてみてください。その他、いろいろ宣伝したことあるんですが、やりたい無双ゲーとか、まあ、いろいろイベント開催情報とか、ツイートしておりますので、僕のツイッターもよろしくお願いします。はい、僕からは以上です。じゃあ、はい、笹さんお願いの方か何かあれば。そうですね、じゃあ1点だけ、1月末にフリーゲームに関していろいろあるらしいんで、気になった方 RT in Japan の動向、 RT in Japan のチャンネルなんかやってたらフリーゲームやってんなと思っていただければと思います。1月末です。以上です。はい、じゃあ、次のゲームはソルト&サクリファイス、塩のお時間です。走者なんとあのスミスさんです。この後も RTA in Japan Winter 2022お楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。OK です。